皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけでですね、今日はもう恒例行事となりました、最近の大量の購入品を紹介していこうと思います。はい、ということでですね、まあ何が多かったかっていうのはちょっと紹介してみないとわかりません、私も。ということで早速ね、行きたいと思います。というわけで一つ目、雑貨から行きたいと思います。で、雑貨ですが、一つ目こちら、じゃじゃん、ふぅー、可愛くないですかこれ。たい焼きの瓶、可愛いでしょ、いいじゃんと思って買ったの。これね、はい、たい焼きが3つついてるよっていうピンなんですけど、なんか最近食品サンプル系のやつ可愛いじゃんと思ってめちゃくちゃハマってて、いつかこういうの私も作りたいなと思ってるんですけど、可愛いなと思ったんで買ってみました、こちら。はい、というわけで1つ目こちらで、で、すごい続くんですよこれが。私ハマると結構いろいろこう、なんだろうな、オタク気質なんで集めちゃうんで、こちら、はい、たい焼きのゴム、カニ爪のクリップ、ということですねはい、そして目指しのヘアクリップ、飾り切り人参のクリップ、そして私の大好きなエビフライのクリップなどなど購入いたしました。で、実は私のね、 iPhone ケースが独特だよっていう集合体恐怖症の、あ、集合体恐怖症の人、ちょっと3秒待って、はーい、こういうやつもね買ったんですよ。3秒過ぎちゃったかしら。はい、これがね、バターコーンなんですけど、これと一緒に、はい、こちら TKG のケースを買いました。で、裏から見るとちゃんと、あ、普通にお米だって感じになってて、すごいですよね、こういうの器用。私もほんと将来こういうの作れるようになりたいなーなんて思いつつ、いろいろ買ってみましたね。なんかエビフライとかついてたらすごいメイク動画も映えるんじゃないかな、可愛いんじゃないかな、小さなお子さんたちも、あ、魚も人参も食べよう、そういう風に思ってくれるんじゃないかなということで、全国の子供たちに届けっていう気持ちでね、はい、今回はやってみましたというところでございます。はい、ということで、まあ最初のセクション、食品、ボーイ、ボーイどうしたの、ボーイそんな風に泣かないよ。はい、ということで皆さんもね、好き嫌いせずに食べましょうっていうことでございまして、最初のセクションは食品サンプルでございました。え、なんで、なんでその飛べはんの。はい、じゃあ次は絶賛されてるのを見ることが多くて買ったんですけど、こちらです、じゃじゃーん、湯たんぽスリッパみたいな名前のやつですね。で、実はここが開いて、ここからお湯を注ぐことができるんです。でもなんかこれ自体はすごく柔らかい素材で、私もっと硬くて履きにくいのかなと思ったんですけど、すごく柔らかいウェットスーツみたいな素材になってて、内側もなので、そんなにこうなんか思ったよりも硬かったり重かったりしないなっていうところですね。まあでもすごい、これ S サイズなんですけど、ちょっと大きめにはなるので、これで歩いたりするのは足ちびさんにはむずいかもですけど、普通にパソコン してる時とかに足下下げてると思うんですけど、本当足湯感覚で入れてるといいのかなっていう感じがするので、もう最近はうちもあまり暖房とか入れずに過ごしてるんですけど、まだ夜になると寒い日とかあるので、テレビ見たりする時もこういうの履いてたらなんかエコだし、いいんじゃないかなと思いました。やっぱり血行を良くするってすっごい大事だなっていう風に日頃から思ってるので、こちらもねちょっと使ってみたいと思います。はい、では次はですね、コスメ行きたいと思います。で、コスメでまとめ買いしたっていうのも、なんかアマゾンで私いつも買ってたんだけど、アマゾンでの取り扱いがなくなってて、今回は楽天で見てて買ったんですけど、こちらです、じゃじゃーん、まとめ買いです。はい、私はもうもっぱらこれですね、メッシュ式のやつで、まあこれを買うのは、このメッシュの太さは好きじゃないんですけど、この糊が欲しくていつも買ってる感じになるんですよね。980円だったかなと思うんですけど、メッシュの部分は他で自分のまぶたの厚さというか幅に合ったものを買ってて、この糊が欲しくていつも買ってる感じです。とりあえずわからないけど5個買ってみましたということで、まあまあストック要因ですね、ストック要因でございます。次がこちらです、じゃじゃーん、ついに全色チャレンジすることになるんですけど、こちら、はい、ランコムのタンクラリフィックマーブルコンパクトケース、レフィルで、こっちが PO01、 PO02 です。で、 PO02 番の方は私が今まで使っていたカラーで、1番が少し明るめのカラーということで買ってみました。で、もうこれ動画に出したっけ、私YSL のマーブルのやつも輸入して使ってたけど、両方ともね明るかったのよ、 BR10 も BG10 も
明るかったんだよって話をしたと思うんですけど、こっちのね、あの01番の方はまだ試せてなかったんで今回購入しました。で、なんでケースも買ったのかっていうと、わ、やべえ、なくしたと思って、もうほぼ底見えで中身なくなるぐらいだったんですけど、なくしたと思ったんだけど、そしたらなんか間違えてエッチャのカバンに入ってたらしくて、なんで一旦ケースからまた買ったっていう感じですかね。はい、 PO01 の色味の感じがどうだったかっていうのはまた動画の方でご報告できればなと思います。ということでコスメね、まあ、こんなもんで嬉しかったの、これ私ストーリーにもあげちゃったんだけど、インスタの最近さ、コスメとかオンラインで買ってもおまけかなり少ないじゃん。私この前2万ぐらい買ったのに、 UV の下地のこのちっちゃいパウチが1個だけだったってことがあって、めっちゃ寂しいと思ってたんだけど、ランコムさん太っ腹で、これキャンペーンだったのかもしれないんですけど、はい、ポーチでしょ。はい、そしてこちらクラリフィックデュアルエッセンスローション、しかもこれね、50ミリのが入ってます。上にちょっとオイルがこうあって、こう混ぜて使うタイプなんですけども、50ミリが入ってました。そしてこちらがジェニフィックの、あのアドバンスエンドの美容液の7ミリ。嬉しいよね。はい、これと、あともう一個、こちら、はーい。クラリフィックデュアルエッセンスローションの10ミリ。なんか多分このファンデーションキットを買うとついてくるっていうやつだったのかもですけど、あとは、この私の、大好きなこれと、この冊子がついててですね、ここにもなんと4つもついておりました。はい、ということで最近はちょっとおまけが少ないなって思うことも多い中、大変にたくさんのおまけがついてきたということで大満足でございます。なんかさ、しょうもないことだけど、こういうちょっとおまけが多いとかってめちゃくちゃ嬉しかったりするよね。はい、ってことでコスメはね、ちょっと全然今月というか最近は買ってなかったんで、次行きたいと思います。はい、ということでですね、次は企画で使おうかなと思って購入したものなんですけど、もうすぐね 3.11 がやってくるわけですね。私毎年この時期になると思い出して、避難用のバッグの中身だったり非常食の期限が過ぎてないかなっていうことを定期的にこう確かめる日としてこう私の中で設定してるんですけど、2年前にその動画を上げて、あとは中身の期限過ぎてないかとかチェックするぐらいだったんで、今年はまたもう一回見直してみて、本当にちゃんと足りてるのかとか、ちゃんと使えるかっていうところも含めて動画にしようかなと思ってて、で追加で買ったものです。はい、で1つ目こちら、じゃじゃん思ったより多く届いちゃったんですけど、アルミの鍋ですね。よくこういう形の鍋って、コンビニの冷凍食品のコーナーのところに鍋焼きうどんとかカレーうどんとかちゃんぽんとかってね、置いてあって、まあ IH も実は使えるし、で直火にもかけれるっていうものになるんですけど、アウトドアに使うこともできるし、いいんじゃないかなと思って、ちょっと試そうと思って買ったやつですね。はい、こちらです。で次がですね、すごくこちらも大人気のアイテムで、一時期はすごい欠品続きだったんですけど、こちらです。はーい、じゃあじゃん、スノーピークのホームキャンプバーナーですね。はい、でこれの良いところは折りたたみ式ですごくコンパクトっていうこと。家で皆さんお鍋されるとき、うちもなんですけど、こんぐらいのなんかちょっと長方形の形の大きいやつをドンって置いてやってる人もいると思うんですけど、こちらですとすごくコンパクトな感じなので、まあこれキャンプに使うのにもすごくいい製品っていうことなんですけど、お家で使うのも全然いいんじゃないと思ったんで、取り入れてみたアイテムです。でこれの使用感はまたちょっと試して感想にしたいと思います。はい、で次、このスノーピンクのやつに合わせて使うんですけど、じゃじゃん、はーい、わかんないですよね。フューチャーフォックスっていうやつなんですけど、中開けますと不思議なものが入ってます。なんかのパーツみたいでしょ。実はこれ五徳になってまして、絵で見たらわかるんだけど、このバーナーの上のところがこう開いてるから、ちょっと安定性が足りないよとか、あとキャンプの時に夜間みたいのを置いて沸かしたいよって時は、ちょっと安定性がっていうのの課題があるらしく、そこにこれを乗せますとすごく安定して上に乗せれるよ、フライパンとかもっていうことの、なんだろうな、付属品みたいな感じですね。はい、ということでこちらまた動画の方で使いながら、初見さんで使い心地はどうなのかっていうことも含めてやっていこうと思います。はい、っていうアイテムですね。はい、次で、次はこれはね、セットになってたやつですね。はい、ガスですね。やっぱりなんかいろんなシチュエーションがあると思うんですよ。なんか日本って地震もあるし、土砂崩れ、崖崩れ、そういうものも結構あったりとか、こう河川の氾濫だったりとか、結構なんか災害もいろいろ多い国かなって思ってるんですよね。で避難所に逃げる方もいれば、避難所じゃなくてお家でこう過ごすけど、ライフラインがなかなか
っていうシチュエーションもあったりとかすると思うんで、いろんな状況でもこうサバイブしていける状況を私はこの家に作りたいなと思ったので、ちょっとねいろいろこうキャンプがすごい好きで集めてるっていうわけではないんですけども、そんなあれば憂いないじゃないっていうことが私のモットーなので、はい、いろいろ試していきたいと思います。はい、で次はね、私前にもこれ動画で出したかなと思うんですけど、こちらです。はい、トレースフェイスでございます。カップなんですけど、中がすごい可愛くて、これはピンクですけどニット柄みたいになっててすごい可愛いんですよ。こちら私が一目惚れしちゃって買ったやつなんですけど、本当にタイプで、中が白のバージョンも買って、すごい可愛いのでいいですね。今の時期だったら桜餅とか食べながらこういっちゃうみたいのもいいんじゃないかなと思います。サイズ感もすごい良くて、このお気に入りのアイテムですね。はい、トレースフェイスでございます。で次はまあお掃除系って言ったらお掃除系なんですけど、こちらです。じゃーん、これ2本買ったんですけど、加湿器の除菌タイムっていうものです。でこれなんかペットいるお宅でも使えるし、お子さんがいるご家庭でも使えるよってものなんですけど、何かっていうと、まあ書いてある通りで、加湿器のぬめり防止で清潔に除菌してくれるよっていうものなんですよ。で私日立のやつがあるんですよ、加湿器で。それがなんか給水しなきゃいけない頃になると、ちょっと雑巾みたいななんか匂いがするようになっちゃって、でもそれはフィルターの部分とか洗ってもどうしても治んなくて、もうどこがその匂いを発してるのポイントなのかわかんないんですけど、これをね入れて使い始めて、最初はまだ完全には消えてなかったんだけど、継続してずっと使ってたら、給水ってなってお水がなくなった時でも、この雑巾みたいな匂いがマジでしなくなってきたの。めちゃ神やんと思って愛用して使っております。2リットルに対してこれを5ミリぐらい入れればいいということなので、これはね大容量のお得用1000ミリリットルっていうことなので、まあまあまあ全然持つかなっていうところはあるんですけど、まあ同じようにちょっと匂いで悩んでるよとか、ぬめりとか気になるっていう方はぜひぜひこれいいかもしれないです。なかなかさ、やっぱりちょっと形とかが複雑だったりとかするとお掃除大変だったりとか、ぬめりとかもね気になるかと思うんですけど、やっぱり汚いお水を部屋に撒いてるって逆効果かな体にはって思うので、これをね使ってみてちゃんと匂いもあれしたので良さげでしたね。はい、ということでございます。はい、次はですね、私初めて買ったんですけども、ついにこちらに手を出してしまいました。じゃじゃーん、ドゥルーン、ゴールドジムで、これはねホエイプロテインダブルチョコレート風味っていうやつなんですけど、ついに私もこちらのゴールドジムの方に手を出してみちゃいました。まあなんかプロテインどれがいいのかなんかいまいちよくわからないから、いろいろ試してみようかなと思ったの、味も含めて。でなんか私はそこまで甘くはねなくていいかなって思ってるんだけど、まあだいたいこうチョコレート風味って間違いないかなっていう感じがするので、はい、ちょっと一回これ試してみようかなと思います。いろいろ成分が入ってるということで、まあでも動画を見てくれてる方はいろいろねプロテイン取られてる方いるかと思うんですけども、ぜひおすすめあったら教えていただきたいです。本当にこの業界はちょっとまだよくわかんないんで、なんかあれじゃん、なんかクエン酸はこれがいいよとかなんかいろいろあるけどわかんないんで教えてください。はい、で次はねこちらでございます。じゃーん、同じく、これはねプレーンなんですけど、私なんか甘酒と豆乳とプロテインを混ぜて置き換えるみたいなダイエット的なことをやってたんですけど、なんか味がすごい気に入ったというか好きだったんで、それがねプレーンだったの。甘酒が入ってくるとさ、チョコだとちょっと味違うじゃんってなっちゃったりするので、プレーンも買ってみました。まあプレーンはどうだろうね、当たり外れあんのかもしれないけどはい、そんな感じです。次で、これもね合わせて買ったの、今回ゴールドジムのやつでは4品買ったんですけど、こちらです。アルティメットファットバーン、いいですね、ファットバーンさっさとさせちゃっていただいてということで、これはなカルニチンとかポリフェノールとかなどなどカプサイシンとかで、ね、そういうのが入ってる、燃やしてくれそうですね。でこっちはリポ酸ウルトラということでございますね。こちらはですね、アスリートやウェイトコントロールを心がけている方、ダイエット時の栄養補給におすすめですということです。5から10粒飲まなきゃいけないんだ、結構あれだね、めんどくさい。私1粒で大体何でも済ませたいなと思っちゃうタイプなんですけど、ちょっとわかんないけど一旦飲んでみようかなと思います。はい、ということでじゃあ次からお洋服いきたいと思います。お洋服って言ってもちょっとこれね届くのが遅かったんですけど、じゃじゃん、3色買ってみたんですけど、パッと見じゃね分かんないと思うんですけど、
なんかこれすごい今年 SNS とかでも流行ってたかなと思うんですけど、この内側がすっごいモフモフになってるタイツっていうことなんだけど、どうだろうなと思ったん。これ履いてみたら、でも結構触ってみると生地が厚手なので足太く見えるかもしれない。履いてみようか。どう？こんな感じの色味でございます。すごいね、ウェットスーツ着てる気持ちなんだけど、マジで海潜れちゃいますって感じだけど、割とでも思ったよりかすごい太くは見えないと思うんだけど、どう？まあまあだよ、細くは見えない。これもう極細の人だったらいいかもしれないけど、でも結構締め付けはあるのであれかなっていう印象ですけども、まあまあでも真冬だったらよかったかも。ちょっとねシーズン過ぎたからそこまで寒いことももうないかなって感じだけど、おーほーほーほー、すごいわ。もう潜る前って感じ。まあでもすごいあったかいのでいいんじゃないかなと思います。ラキもね、もうこれ考えた人すごいよね。すごい寒がりさんだったのかもしれないんだけど、これどこで買ったんだっけな、なんかインスタとか見てて飛んで買ったのかもしれないんだけど、本当にこの主婦の方々には履いていただきたいほどの本当に毛布みたいなやつになってますね。これが多分ちょっとグレーっぽい感じで、先端普通になってて、ここから足首のところから厚手になってますね。靴が入んなくなっちゃうからってことなんだろうね、普段履いてる靴がヒールとかだとね。あ、でも地味に色違うね。これはグレーで、これはブラウンで、これが黒なのか、今履いたやつ。はい、でもなんか中のこの裏の生地の色が結構影響してくる感じなので、黒って言ってもそこまですっごい黒って感じはしないかもしれない。なんかでも透けてる風な肌の色に見えるって感じなのかな。でもさ、こんなに黄色くないもんね、皮膚っていうもので。内側のこの色をもうちょっと明るい色にしてあげると、よりこうなんだろうな、肌の色に近い感じで演出できるのかもしれないですけど、はい、そんな感じがしましたね、使ってみた。でもあったかいので家履きでも良いような気がします。これがあって湯たんぽがあったら多分暖房いらないんじゃないかなっていう感じです。はい、なんで疲れてんだろう。はい、ということでタイツでした。次は珍しいお買い物したんですけど、じゃじゃーん、カチューシャ買いました。こちらジャリリリラーン、あ、すごいスノーの私顔フィルターみたいな感じになってますけど、こちらはですねパールの大小があって、まあイベントだったりとかなんかそういう時につけようかななんてちょっと思ったんですけど、こちらはジバンシーのものですね。はい、コスメ以外でジバンシーが出てくることそんなにないかなと思うんですけども、今回はこちらのカチューシャ買ってみました。はい、次もですねちょっと私としては珍しいです。じゃじゃん、セールで買ってみたんですけど、こちらこういう帽子かぶらないので買ってみました。でもさ、いいよね、こういうのってすごい日をこうカットできるからいいなと思って買ってみたんですよ。で、ここはモフモフで、こっちはスウェードっぽい素材になってて、アリシアスタンドなんですけど、いいなと思って買いました。最近私まあ黒も着ますけど、アイボリーとか白系も多いので、ワントーンコーデでもいいのかなっていうことで買ってみました。まあこれ取っちゃえばこっち表でも被れるよっていうことだと思うんですけど、もう季節的にはちょっとねこっち側かなっていうところで、はい、被りたいと思います。はーい、次はですね、地味にまだ寒いシーズン続くので、はい、ザラなんですけど、大判のストールみたいのを買いました。すごいこれでも触り心地めちゃ良くて、こちらを首に巻けばもうかかってこいよっていう感じかなと思ったんで買ってみました。すごいあったかいんですよこれ。で、私なんかこういうキャメル色っぽいのとか黒のアウター多いのでちょうどいいかなということで買わせていただきました。はい、軍曹と歩兵チャンネルをね、見てくださってる方は見たかもしれないですけど、ついに私たちユニフォームができたんですけど、夏用のパンツがないのでちょっとザラで買ってみたらちょうどぴったりだったんで良かったです。ちょっと軍曹っぽい感じが出てるかなと思うんですけど、そのザラのパンツね。そして次ワンピースはですね、これ中に上なんか着ないといけないんですけど、はい、こういうね草間彌生みたいな感じの水玉のワンピースレースになってた。すごい可愛いなと思って買いました。はい、こういうのがね着れるシーズンになってほしいですね。次はですね、こちら実はチャコットのデニムは前ねゼロを買ってちょっと大きかったよって話をしたと思うんですけど、なんと偉い方にコメントが届きまして、まあいろいろな方からもご要望があったんだと思うんですけども、やっぱり動画で言うのは大事ですね。チャコットの偉い人にお声が届きまして、
なんと00サイズができたということで、はい、購入いたしました。2月に発売されたばかりなんですけど、まず最初のね、このあれも可愛いんですけども、00サイズ履いてみたら、ちょっと私の場合はお直し丈の長さが必要かなって感じはしたんですけど、ウエスト周りとかを本当にちっちゃくなっててちょうどよかったので、0履いてちょっと大きかったなっていう人は00、はい、いい感じに仕上がってきておりますので、ぜひぜひ買っていただきたいです。そしてこれ買ったんですけど、実は白の方はギフトでいただきまして、ホワイトのタイプも出たので、まああのホワイトもね、結構最近流行ってるというか、ワントーンコーデしてる人も多いかなと思うので、待望の商品かなというところで、ちびっこちゃんたち、はい、時は来ました。ぜひぜひ買っていただければなと思います。やっぱりね、声に出すっていうことはすごい大事だと思ったね。はい、ということでチャコットのデニムでございました。はい、ザラまだありました。はい、こちらスカーフなんですけど、なんかバッグとかに取っ手に巻こうかなと思ったんです。実はイニシャルのやつで、あーあーが出てたので、なんかバッグに巻くじゃん、取って汚れたりとか、それで使おうと思います。はい、っていうやつです。これはあのみんなのイニシャルあるんじゃないかな、すごいたくさん出てたので、いつかしれっとカバンに巻かれてるかと。はい、でもう一個はこちら、じゃじゃん、ザラホームかな、ザラホームのやつで、キャンドル置きです。でちょっと大きめのキャンドルがあるんですけど、それを置く台として置いたら可愛いんじゃないかなということで、このペンタゴン、ペンタゴンじゃないわ、こちらのキャンドル置きを買ってみました。こういう感じね、こういう感じになるかなっていうことですね。はい、で続いて帽子と同じですけど、アリシアでセールになってたんですけど、これも買いました。可愛い、ちょっと短めのトレーナーでございます。で、最近パーカー多くてフードあるのばっかりなんだけど、アウターにもフードついてるやつ結構多くて、なのでこういうね、普通のタイプが欲しかったんです。で、生地もちょっとね、柔らかめで、そこまですっごい厚すぎないから、今の時期から春にかけてもう全然着れるし、いいなと思って買いました。はい、っていうすごい可愛いトップス、色も絶妙ですよね。はい、で、もう一個はこれはパーカーなんですけど、運動しに行く時とかにこういうので、私はもうヨガパンツって言っていいのかな、のアディダスのスッとしたやつとか履いて出かけたりするので、はい、こちらはね、裏起毛であったかくなってますので、もうそろこれだけでも動けるんじゃないかなっていう感じなんですけど、アリシアのパーカー買いました。で、実はこれリピ買いで色違い買ったんですけど、実は3色持ってます。これはブラウンなんですけど、これトゥーザシーのやつなんですけど、マジでこれは足が細くて、そしてすっごい長く見えるやつです。まあでも私が履くとすごい長いんで、高いヒール履かないとっていうのはあるんですけど、すごいここが一回キュッてなってて、その後ワイドになってるっていうのもあって、本当に細くて足が長く見えるパンツなので、めちゃめちゃ好きなんですよね。これまた違う素材感でも出てほしい、春夏ぐらいでっていうやつですね。スウェードポンチフレアパンツってやつなんですけど、はい、ベージュとグレーっぽいのも持ってます。はい、で残り少なくなってきましたが、色違いで買ったのはやっぱりフードなしのトレーナーが欲しかったんで、はい、ザ・ノースフェイスのやつ買いました。可愛いんだけど、袖のところがこんな感じになっておるやつで、まあシンプルだけど裏にもポイントがあって合わせやすいし、まあ首なしが欲しかったんで買いました。で、色違いでピンクも実は買ってて、こっちは160って書いてあるんでキッズだと思うんですけど、はい、こんな感じでなっておりまして、さっきはね、あの刺繍だったんだけど、今度はこっちはプリントになっております。後ろのところもね、同じようにこうついておりまして、まあでも私本当にキッズでも全然着れる人なのでいいかなと思ったんで買いました。全然ね、キッズで買った方がお値段が安かったりっていうのもあるので、はい、いいかなと思って、はい、こんな感じです。家にいることが多いとやっぱりこういう服増えるよね。はい、って言った後に対照的なお洋服がございます。こちら、じゃじゃーん、これ展示会で買ったのが届いたんですけど、フェイクレザーのスカートです。で、白がね、欲しかったの。白系の服最近よく着るんで、なんかいろいろ合わせやすいし、いいなと思って買いましたね。こちらは SS サイズ、 SS サイズっていうのがあったからいいなと思って買ったんだけど、これはビスのやつですね。ビスの SS サイズのフェイクレザーのスカートでございます。はい、そしてこれすごい可愛くて一目惚れして買ったんですけど、ちょっときちんとめとか綺麗めのお洋服、いいご飯屋さん行くときに着ていきたいなと思ったんですけど、はーい、リランドチュールのブラウスで、とにかく襟が可愛くて買いました。
うん、まあね、何でも合わせられるし、本当にどういう場面でも使いやすいものかなと思ったので、はい、こういうのがあると無難に困らないということで買わせていただきました。そしてじゃあラスト、私が一番好きなもの、今まで動画で一度も出したことないものを紹介したいと思います。こちらでございます。じゃじゃん、はーい、コントビでございます。ね、皆さんコントビ食べたことありますか？ないとしたら今すぐ食べてください。こちらの海苔は最高にうまいです。っていうのもお寿司屋さんで結構使われてることが多くて、私がすごい大好きなお寿司屋さんで、コントビの海苔使われていて買ったものです。やっぱり香りがすごく良くて、いついつ焼き上げた海苔みたいのを送ってくれるということで、はい、このコントビの一番いいやつ、この焼き海苔、でかいやつも買ったし、磯の走り、これは味噌汁とかに入れてもすごい美味しかったです。で、あとはこれまだ食べてないんですけど、築地のかけご飯、はい、海苔と鰹節とかが入ってて、ご飯にかけて食べるんですけど、めちゃめちゃ嘘じゃない？私本当に無類の海苔好きなんですよ。で、おにぎりで、何にでも海苔をかけます。私はこちらも買いました、焼き海苔。そして美味しそうでしょ、海苔屋さんのふりかけだって最高じゃん。海苔屋のふりかけが世界で一番美味しいに決まってんじゃんと思っちゃって、カツオですっていうのも買ってみました。はい、というわけで購入品はこれで以上でございます。大変にたくさんのやつを今回は購入しましたね。まあ服もあったけど、まあトレーナーとかそういうのが結構多かったのかなって感じだし、まあ海苔はねすごい多かったんだけど、あとプロテインとかそういうものを結構いつも探してるしっていうことで、すごいなんかスキンケアとかコスメが全然なかったかなっていう感じはするんですけど、まああとは 3.1 日の動画をまあまた見直しやるので、ぜひ見てくださいということぐらいですかね。今回のお買い物はそんな感じかな。なんかお家にこもってるなっていう感じのラインナップだったかなとは思うんですけども、今回もまたたくさんいろいろ買っていきましたので、レビューをお楽しみにということで、今日の動画はこんな感じでございました。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。